ヤクルトは今シーズン不調の悩める4番村上が昨日2ホーマーの活躍を見せる中、今日も1点リードされた4回、好調の証と話す逆方向への一撃は2日連続のアーチ、完全復活を予感させます。しかし6回、先月中日に新加入の宇佐美が移籍後初ホームラン、ヤクルト痛いカード負け越しです。